はい、こんにちは。今日の魚はサメガレイです。1匹620円です。で、これは刺身にしたいと思います。で、この魚はですね、かなり体液がすごいですね。ベタベタしてます。これ表面なんですけども、裏面もこのように粘り気がすごい魚です。で、体表はかなりザラザラしていて、本当にサメ肌のような非常に硬い鱗を持っています。で、まずこれぬめりを取ってですね、エゴマおろしにしてお刺身にして食べていきたいと思います。はい、では始めます。まずはこのぬめりを取るためにたわしでですね、これをガシガシと洗っていきたいと思います。手に少しついただけでもこうまとわりつくような粘着力があります。これを丁寧にしっかりと取るとヒレの根元にも結構粘りが残りますので、これを丁寧に取っていきます。はい、洗い終えたサメガレイがこちらです。だいぶそうですね、白かったのが分かりますね。真っ黒になりました。肝が結構張ってて美味しいかもしれないですね。この辺りの血合いだけ取っておきます。頭を落としただけですけど、包丁がですねちょっと痛みそうなぐらい体表がやはり硬いですね。で、5枚に下ろしていきます。背骨のところからよっ、硬っ。1本入れて、ここから外側に沿って身を剥がしていきます。こんな感じですね。はい、ちょっと置いときます。少しずつ剥がしていくのがいいかもしれないですね。反対側は表面と違って本当に深海魚っぽい。先ほどと同様に真ん中から包丁を入れて、最初にここにちょっと切れ目入れといた方がいいかもしれないですね。ここまでだよーっていう線を入れておいて、外側から切り込み入れてたところでちょうど目印というか切りやすくなったので、ここの方がさばきやすいかもしれないです。はい、こんな感じです。で、これはそうですね、骨がまあ、あまり硬くなさそうなので、これもパリパリ揚げとかにしてもらったら美味しいかもしれないですね。ちょっと細かくしておきます。はい、では5枚におろすことができました。こちらが外側ですね。で、これも外側、これは内側、こちらも内側。見た目の違いとして内側の方がかなり、ピンクがかっていて脂の乗りが多そうです。外側の方がすごく淡白なイメージですね。で、これを、刺身にしたいと思います。これ外側で、内側ですね。では外側から皮を引いていきます。おーおーおー、これね、下の皮を滑らせるんですけど、
まな板がジャリジャリ言ってます。まな板、木のまな板が削れてしまうぐらいジャリジャリ言ってますね。なのでちょっと包丁の方を滑らせるようにします。初めてやったけど、と残りましたね。これは、今からなんとかします。こんな形です。皮はね、ほんとこんな皮です。では次、内側の方ですね。こちらは打って変わって、デロンデロンですね、皮が。なんかフグとかの皮に似てるような気がします。さばいたことないけど、フグ。こちら側は比較的綺麗に皮引けたんじゃないでしょうか。中骨はやっぱもうないですね。改めてお刺身にしていきます。ではですね、サメガレイのお刺身が完成です。こちら側が、お腹側、柔らかい方ですね。でこちらが外側、身がザラザラしていた方ですので、食べ比べしていきたいと思います。で余った身は何か違う料理にして食べていきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。